欲望、業、因があるところゲートは開き、漆黒の闇が現れる。その闇に食われた者はホラーとなり、人を食らう。だが古よりホラーを狩る者たちがいた。暗黒を断ち切る剣を持ち、鎧をまとう男たち、その名を魔界騎士という。魔界騎士の中でも最高位である黄金騎士ガラの称号を受け継ぐ者、レオン・ルイス。息子を騎士に育て、共に旅をするヘルマン。バリアンテの王子アルフォンソ。女魔解放士エマ。真の守りし者とは、血と絆の物語が動き出す。刻まれし刻印は今炎となる。